位でしたね、ギフティング1位なんだ。今までに本当にないケースなんですよ。あ、なんか中上がってる、動いてる、這いつくばってる、かなすぐられてる、ほんとすげえ気づかんかった。いや、苦しくなったりとか、お腹痛くなったりとか、まあそんなんとか全然あってん、じゃなくて、なんかもうふわふわしてるというか、波動が合うから全然もう来てくれっていうウェルカム状態ってことですよ、それ。来たか。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。スー全国岐阜、どうもやかずです。リーバです。はい、岐阜県にやってまいりました。今回はですね、2つの動画が合体してます。城山大橋、恵那峡大橋、こちらに来ております。で、こちらの場所なんですけども、はい、もう本当にね、10分ぐらい距離で言うたら、もう本当すごい近い場所に、かかってるこの大きな橋となるんですね、はい、で、どちらもですね、高さがもう50メートルぐらいあって、もう名所中の名所と。で、まあ、ちなみにですけども、まず城山大橋の方、こちらに関してはそこで身投げをした霊が、まあ、出ると。そしてこの恵那峡大橋に関しては、亡くなった方の叫び声が橋の下から聞こえてくる、そういった場所みたいです。で、どちらもですね、なかなかちょっと情報が少ないので、もうこれはもう行ってみないとわからないぞということで、はい、早速行きたいなと思います。では行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル、お疲れ様です。城山大橋と玉倉橋に来ております、はい、で、こちらの場所なんですけど、高さが50メートルある、まあ、の名所でございます。なるほど、はい、ということは、ここでの目撃情報は、はい、の霊が来るとか、はい、まあ、引きずり込まれるとか。そうですね、いつものやつですね、はい、昭和59年3月もうすでにここから高さ見えるよ。これ50、あ、でも下まではっきりは見えへんな。ちょっとうるさくなります。まあまあまあ高そうではあるね。にしてもなんかこの龍とかすごいっすね。まあまあ、あ、もう発見したんですけど、あれそうっすよね、防犯カメラ。今反対側に渡ったんですけど、防犯カメラ作動中。道路側っていうよりもカメラの向きが、なるほど、一個カメラこっち向いてて、もう一個カメラが向こう向いてます。まあまあ、交通事故が多発してるとこ聞いたことある？いや、っていうよりは情報はなかった。はい、身投げですね、うん、なんでここに止めていくから。なるほどね。じゃないですか、まあ、長時間止めとったら見に来ようかな的なやつかもしれへんな。はい、うん、なので、ここで交通事故が多発するから監視カメラを設置したやったら分かるけど、そういう情報がないんであれば、まあ見投げかな。気持ちあれやな、手すりもともと高いね。そうっすね、うん、150センチぐらいの高さあるんじゃない、これ。途中から作り変えた感はないから、多分もともとずっとこの高さじゃないですか、ね、うん、やっぱ危ないから高めに手すりを設置してるのかな。反対側は車道側の方に関しては低いね。そうですね。ほんで、またこの橋がすごい長いよね。長いですね。この辺はちなみに、なるほどなるほど、照らしますね。この辺は、うわ、でも高いっすね、めちゃめちゃ。いや、もうこの時点で30メートルはあるな。でもこの木がなくなるところら辺に川が流れてるってことやろな。はい、龍好きそうやな。お寿司さん龍好きやから。龍好きっす。これなんかのあれがあるんやろな。高さわかります？この赤い鉄骨とこの下の木の高さ見てください。これはめっちゃちっちゃく見える。このこれはゾッとしますね。いや、ゾッとするよ。
途中で気絶するでしょ、こんなですよ、ね、この場所でもお供え物とかなったりするのかなと思ったんですけど、なさそうですね。まあまあないところも全然ありますけど、やっぱこう、がすごい多いと書いてた。はい、とりあえず反対側行ってみるか。これかぶってるから結構分かりやすかったりするかも。ここは何や、ロープ張られてんな。まあでもわざわざこんな高い場所があるのでこの中を入っていって中でみたいなことはなさそうやな。そうですね、それ用のロープを張ってるわけじゃないんかな。たまたまこれ以上先危ないですよぐらい。この先はもう何もないので橋は終わりですね。もし階段とかがあって降りるところがあるんであればすごい怖いけどね。こっちは山っすね。ないっすね。ちょっと出ようか。今からですね、もう今ちょっと静かに橋の上を歩いていて特にまあ変わったこともなかったので、まあちょっと皆さん大好きなあれを使おうかなと思います。はい、こちらです、まあ、キネクトカメラですね、まあ、どんな感じかと言いますとこんな感じで、まあ、骨組みちゃんとね、この人に反応するんですよ。全然反応しないやん。反応してますね。反応してる。こんな感じで反応してる。はい、ちゃんとね、この人に反応するんですよ。ただその何もない空間で同じようにこういう反応があったら怖くないですかっていう、まあ、そういうちょっとね面白いアプリですね。木の方に向けて反応するやつに関してはあんまり信憑性ないです。ただ何もない空間で例えばここの橋とかであればこの橋の手すりに足をかけてる肩が出てきたら怖いっすよねっていう、まあ、ちょっとありなのかなっていう。じゃあこれで進めていきましょう。変化あったら言います。この間もこのアプリ使った時さ、はい、馬の人形、牛の人形だったっけ、はい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 、なんかあったんですよ。その牛にまたがってる肩が出てくるっていうね。なかなかあれはびっくりした。でちょうどその場所が戦があったか何巻とかだったっけ、はい、動いてる。這いつくばってる。このここおったのにそっち行ってる。ほらほら、やっぱいいや。微妙やこれは。しかも2人に反応してる。これにしかも集中する。他のことに集中できる。なんでかな、ほんまにどうしようってなるぐらい何も思わないですね。いつもやったら箸見るだけでゾッとするんですけど、ここに関してはもうめちゃくちゃ安心感あるんですよ。そんなヤバい場所じゃないのかな。ちょっとさ、はい、ほんまにここ何も感じへんかどうかちょっと一人で検証して。はい、俺今機材何も持ってないからスピリットボックスとかトリフィールドとか車あるやんか、はい、さっき向こう行ってちょっと準備しといてよ。わかりました。ここでちょっとカメラ構えて一人で座っとくわ。はい。なんかあんなと思った。お地蔵さん。本当っすね。なんで気づかんかったの。さすがにちょっと触ることはできへんけど、ピンク色と青色のお地蔵さんね。男女ってことですか。うん。まあまあでもこれ自然に考えるならあったからですか。
うん、これ見つけてちょっとうわとは思ったけど、まだまあまあ何も変化ないからさ、ちょっともう検証するわ。ちょっと、はい、じゃあ一旦戻っといて。長しめホラーチャンネル、ちょっと僕ここでゆっくりしたいと思います。本当にね、もう普通の道路歩いてるんかなっていうぐらい、もう何も今変化がないというか、だいたいね、やっぱこういうところに来ると、もうすごい場所に来るとですね、まあ体調に変化が出たりとか、すごいやっぱゾワゾワしたりとか感じるものっていうのが結構あったりするんですよ。まあそれはやっぱたまにはない場所があってもいいとは思うんですけど、まあそれがまあリアルなんで、ただほんまかなってちょっと信じれないんですよ。まあ通常であれば何も感じなかったらもう何も感じることないし、まあ帰ろうってなるんですけど、まだ帰るの早くないってなってるんですよね。ってことはもうちょい待った方がいいみたいな、そんな合図出されてるんかなって。まあちょっとここで休憩してると、まあ近寄ってきてくれるんじゃないかなっていうふうに思いましたんで、まあ5分10分ここで休憩していって、それでも本当に何の変化もなければ今日はもう何もないっていうことなんで、もうここは離れるしかないですね。何あれ、月でかっ。ナイトモードじゃなくてもいけるか。いけるな。見事に本当に今あんま変わらんな。変わらないですか。見て、お目つき綺麗。めちゃめちゃ綺麗です。さっきまでここで来たの出てきたの今な、はい、こっち来るときに綺麗って。あれ山の下に今あってんか。山から徐々に出てきた、はい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 、見とった。見てました。こんな一瞬で山から出てくるもんだ。めっちゃ綺麗ですよ。いや綺麗よ、こんな見たことないぐらい綺麗かも。綺麗に被ったから、なんか角度の問題かなと思って。そうやね、なんかあの朝日の、いや海さんみたいな感じでしたね。みたいな月バージョン。よっ、あっディエゴ来ました。ちょっとスピリットボックスしていていいですか。こんばんは。ちょっとお話できませんか。見事にちょっと感じることができないんですけど、お話だけでも難しいですかね。なんもわかんな。逆に気になるからほんま瀬尾さんにちょっと写真送るわ。はい、一回写真だけここ撮るわな。まあ、大体心霊スポットって言われる場所ってこの噂なんですよ、はい、だからそういった場所に行って、いや別に何も感じることないけど、これは別に腑に落ちるんですよ。ただこういった場所って、あの瀬尾さんがね、結構序盤の方に初めの頃に言ってたように、うん、やっぱりこの身投げして亡くなる方っていうのはやっぱずっと苦しみ続けるっていうのを聞いてから、やっぱりこういった名所で実際にそういうことがあった場所に来るとやっぱりすごく強いものが感じるんですよ。まあ、もちろん悲しい気分になったり怖い思いをしたりとか様々ですけど、ただここに関しても噂じゃなくて本当にそういった場所なんで、何かしらやっぱ感じるものはあるんやろなと思って来たんですけど、無なんですよね。もう無です。まあでも仕方ないですね。もうこれ以上粘ってももう何も起きないでしょうし、邪魔やと思うから出ようかな、はい、この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。まあ位置ですね、はい、まあ必ずあった場所だと思います。ただごめんなさい、僕にはちょっと今回はどうすることもできなかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、えなきを大橋に来ております。はい、でこちらの場所なんですけど、うん、高さが50メートルある絶景スポットなんですけど、まあ絶景スポットっていうことで最後にここを選ぶ方が多いみたいですね。絶景スポットってことでここを最後に選ぶんだ、はい、まあ、高さもあるので、うん、身投げが多いみたいですね。
なるほど。橋上駐停車禁止。早速気になるポイントを言っていきたいと思います。ちょっとここは入ることできないんですけど、そこにね、仏さんいてるんですよ。本当っすよ。あれと思って、でこれ何の場所なのかなと思ってちょっと見たら、まあ、ここにあのご飯食べるとこあるんですけど、はい、これ目の前これなんかテーマパーク、あ、ワンダーランド、ワンダーランド、そうです。テーマパークとワンダーランドって一緒、まあ、ワンダーランドっていうテーマパークで、ご飯食べるとこやと思うねんけど、これね、何個かね、そこにもほら、仏さんあるね。で、そこにもな、龍がある。だから、何かあんのかなと思って。まあ、の名所。やから、守ってんのかなみたいな。ちゃんとお花とか。お供え物してるんですよ。気になるなと思って。絶景スポットっていうのは、まずあの向こうを見てもらったら分かるんですけど、すごい夜景が綺麗なんですよね。まあ、なんかの施設なのかな。ここにも何かあるやん、これ。はい。桶みたいな。なんか神秘的な場所なんですかね。そうやな。まあ、えな京大橋ですか。ここはね、まあ、今回、岐阜県の心霊スポットを募ったところを、はい、まあ、上位に。はい。上がるぐらいのすごく投票がありまして、僕たちがいつもあの使ってる心霊スポットのサイトあるじゃないですか、うんうん、お化けの、うん、あそこでも1位でしたね。岐阜1位なの、あ、そう、はい、まあ、パッと見こんなとこがとか思ったりするけどな。だって横めちゃめちゃ遊園地だから。ただこの下の高さを見て納得なんですよ。いや見えへんな、霧がすごい。見てこれ。これはすごいっすね。うん。この赤い橋がかかっててアーチ状に。横がもうすごいね、綺麗なんですよ。確かに絶景なんですよ。この場所を最後に選ぶっていうのもわからんでもない。かなすぐられてるやん。ほんとっすね。気づかんかったわ。いや俺なんかちょっとほんま今日よく分かれへんね。なんかな、白山大橋の時俺ほんまに何も感じへんかった。はい、あの俺が今日おかしいんかなっていうぐらいマジで何も感じへんかった。怖くも何ともなかった。だからベンチの上でなんかもう5分10分一人でおったよ。はい、何かしらの変化出るんかなと思ったけど何も出へんかなわけやん。ただ一回森の中入ったの覚えてる。はいはいはい。あの森の中入ってる時にあの出てくる時ぐらいかな、もうずっとなんか足元フラフラしとって、でも俺今日めっちゃ寝たしなと思って、で行きしななんか俺車酔いしたとか言うとって、はい、なんかまあ車酔いのあれでちょっと足もつれてるだけなのかなと思ってずっと足元フラフラしとったわけで、撮影が終わって車の方戻って車乗るときに地震起きたのかなっていうぐらい今地面揺れた感覚あったわって言ったやろ。言いましたね。なんかな、変なのよ。なんなんやろ、分かれへんな。これがそうなんかって言われたら、うん、ちょっと今までのやつ胸が苦しくなったりとかお腹痛くなったりとか、まあ、そんなんとか全然あってん、頭が痛くなったりとか、はい、じゃなくてなんかもうふわふわしてるというか。ちなみに体調はほんまにもうめちゃめちゃ抜群ですよ。全然熱とかそんなの全くないです。それだけは言うときます。ちなみにここを歩いとったらどういった怪奇現象あるとかはあんの。まあの霊が出るとか。何これ、足跡ついてるよ。何よこれ、ちょっとびっくりしたわ。今まで足跡っぽいのは見たことあったけど、もろ足跡よ。進んでいってるよね。しかもこれ靴跡じゃなくてもう裸なの、わかる、うん、土踏まずのところ見ていったら、左、右、左、右、左、右ってちゃんとこの指の形も入れてる。濡れてる感じじゃないよな。うっすらやけどカメラ映らんかもしれない。続いてんな。そうっすよ。これもそうっすよ。
っかり当てんときな。続いてんねんな、これ。これ左足で、これ右足、左足、右足、両足で、こう曲がってる。ここで最後、ここで両足やねん。わかる、これ。はいはいはい、こうやね、最後で、これここだけハゲてるよね。この辺は見て、ハゲてるとこなんやろ。ほこりずっと乗っとって、ここだけハゲてるよね。でも水の上に落ちたのかな。何やろ、いたずらにしてはちょっとレベル高いな。怖いよ、なかなか。なんかもういちいち言うたらキリないぐらい、もうほとんどに靴跡ついてるように思うな。さっきからもちょいちょいあんねん、こういうのが。こんなんとかもこれ靴跡でしょ。まあまあ普通にここにのっけて下覗いたって思うけどさ。まあでもあそこのくぼみじゃないですか、普通にやったら。うん、まあそうやな、定番の。枯れ果てちゃってますね。でも結んでる紐を見る感じ、そんな古いもんでもなさそう。万が一さ、これは最近紐をくくり直したとしたら、はい、花も俺枯れると思うね。そうですね。でも花がもう枯れちゃってる状態ってことは、この紐を結んだ時が最後ってことだろ。でもその紐がめっちゃ古いもんかって言われたら、めちゃくちゃまだ白くて綺麗なの。まあここ最近なのかな。まあ、とりあえず渡り切りましたね。どうやろう、まあ、何か起きてもおかしくないんやろな。一回ちょっと一人検証してみるか。で、まあこれ一往復するわけで、まあ行きしなトリフィールドで歩いていって、帰りしなスピリットボックスとかでもいいんじゃない。一回ちょっと検証に移っていきたいなと思います。カメラ切り替えます。奈良市民ホラーチャンネル。はい、というわけでディエゴ一人タイム行きたいと思います。でまずですね、トリフィールドをつけた状態で行きたいと思います。でトリフィールドっていうのは、レイっていうのは電磁波で形成されているらしくて、その電磁波を数値化してくれるアイテムのことです。はい、今数値はまあなんか3とか5とかなってますけど、まあこれが正常ですね。まあ、今反応ないのでこういう音なんですけども、反応があるとビーっていう音が鳴るので、これをポケットに入れた状態で、進みたいと思います。エナキョウ大橋でいきます。この橋ですね、結構車が通るんですよ。なので身投げしている方を目撃したとかありそうですね。でまあここはくぼんでるんですけど、多分行くとしたらここからだと思うんですよね。ちょっともう暗くて全然下は映らないですけど、かなりの高さですね。ちなみに月めっちゃ綺麗です。関係ないか。特にねないかなって僕は思いますね。渡り切りました。帰りは反対側でスピリットボックスをやっていこうかなと思います。あの花束の前でやろうかなと思いますね。はい、ではですね、スピリットボックスやっていきたいと思います。ここに花束があります。こんばんは。今回撮影で来させていただきます、ディエゴと申します。少しお話できないでしょうか。
こんばんは。ここで身投げがあったという情報を聞いたのですが、何か知っていることはありますか？こんばんは。会話の方は難しいでしょうか？ちょっと反応もないですね。トリフィールドの方もちょっと反応ないので。で、僕的にもあんまし違和感を感じれてないんですよ。ちょっと八勝さんにあとは任せようかなと思います。僕は正直、あんまりっていう、そんな印象です。そう、ちなみにですね、私最近髪の毛をね、ベージュに染めたんですよ。で、色落ちして赤色に染め直したんですよ。それも色落ちして、今このなんか金髪みたいな、この、わかります？この微妙な色、こんなんなっちゃって、髪もね、チリチリの陰毛みたいになっちゃってるんですけども、すごく嫌なの、絶対に嫌なんですよ、この髪型は。なんかね、最近ね、ディエゴね、タイムないなと思って、無理やりねじ込んで見ちゃったの。うん、いいでしょ、これで。というわけで戻ります。ダラシメン、ホラーチャンネル出た。特に何も起きなかったですね。トリフィールドの反応も特になくて、はい、スプリットボックス検証もしたけど反応なし。反応なしでした。今ちょっとマネージャーと喋ってて、はい、俺ふわふわしてるけどこれで憑依されてるんかなみたいなっていう話をしたら、まさかのマネージャーが、いやされてるんじゃないですかとか言い出してで、いやされてへんやろ言うて、はい、別にめちゃめちゃ普通やからって言うてんけど、いやここに来てもう頭かち割れそうに痛いんすよって。はい、なんかここに来て頭が痛い。頭痛いです今。しかもかち割れそうに痛いやんか。かち割れそうです。それなんなんその、まあ、霊感あるっていう話なんか。はい。憑依とかされたことはある？いや、ない。憑依はされたことないけど、なんかお祓い俺と一緒にいた時にめちゃめちゃ自分が食らってたよ。ありましたね、うん、でも憑依されやすい体質ではあるって言われるよな。そうですね、末吉さん言ってたからな。はい、ね、これ今から俺がじゃあ一回歩いてみてよって言ったらできる？はい、いける全然。はい、怖さとかないやんな。はい、オッケーオッケー。ほんで途中で、あ、これまずいわと思ったら全然戻ってきていいから、はい、一回ちょっと行ってみてくれ。はい、その後に俺が行くわ。はい、オッケー。はい、じゃあマネージャー一人タイム、久々ですけどちょっとやっていきたいと思います。耳を澄まして歩いていきたいと思います。ここが中間ですね。橋の下を見てみたいと思います。暗い、分かりにくい。やめよう。あ、お花が添えられてるんですね。憑依されたことがないからわからないですけど、以前末吉さんにお会いしたときに、まあ、そういうことを言われて、まあ、憑依されやすい体質みたいです。僕はただ本人は実際憑依されたからといってわかるかって言ったらやっぱなかなか難しいんじゃないかなとは思うんですけど、反対側に到着しました。そうですね、生き品は特に何も感じなかったかなとは思います。じゃあ戻ります。
奈良市面ホラーチャンネル。どうやった？正直特に気持ち悪さはなかったですね。じゃあその頭の痛さっていうのはもう霊とは全く関係なくていつもの普通のお前あれちゃうん、頭の痛さ。いやいつもの普通とは違うんですけど、ね、あとちゃうんや。はい、本格的なもんですけど。でさっき一軒目は、うん、特に何もなかったんで。そうやな、パリッとしちゃったもんな。はい、でここに来て急にっていうのがちょっと引っかかんなぐらい。はい、うん、まあ、逆にでも気になるよね。あの2人で歩いた時も特に別にやばいなここみたいな違和感もこれないんですよ本当に。でディエゴ一人タイムも特に何もなかったです。で、マネージャータイムも何もなかったと。でまあ今から僕はここで一人で歩くんですけど、まあおそらく今のこの感じでいくと何もないまま終わっちゃうんですよねこれ。ただまあここはもう本当名所中の名所の場所なんで、本来はすごい感じるものがあったりとか実際にまあここで体験したっていう人ももう本当にこれも後立たないんですよね。なのですごい期待した分ちょっとびっくりしてるんですよ逆に。とりあえずちょっとカメラ切り替えて次僕行きたいと思います。はい、では最後僕ヤーカズが行きたいと思います。ライトつけずに行きましょう、十分明るいんで。こんばんは。ちょっとすごい気になるんですけど身を潜めてますか？先に言っておきます、僕見えないです。なので今近くにおっても僕たちは気づいてないです。ただ先ほどからですねもうびっくりするぐらい何も感じることができなくて、存在感を消してたりとか身を潜めてるのであれば一度出てきてもらうことはできないですか？ちょっとすごく勝手ながらですけどご協力いただけたらありがたいです。なんか以前末吉さんがですね本当に強い霊の場合はもう操れるとっていうのも存在感を全く消したりとか、まあ、自由自在に、うん、まあ、コントロールできるっていうことらしいんですよ。来たか。コントロールできるっていうことらしいんですよ。コントロールできるっていうことらしいんですよ。奥の方にいらっしゃいますか？今すごく奥の方で鈍い音になりましたね。手すりかな。もしかしたらそのコントロールできるレベルの霊がいるとすればですけど、今もしかしたら来てくれたのかもしれないです。ただ今そこまで強い何かを感じることはまだできてないので、うん、もう少しちょっと話していきたいなと思います。でも仮に僕たち本当にね今3人が3人とも大丈夫大丈夫大丈夫なんですよ。これねそんなはずないと思うんですよこういった場所って。だから僕逆に危険感じてて、ここではたくさんの方が亡くなられてる分ですね、あのよくあの言うじゃないですか、末吉さん合体するってで強い霊になって今様子を見て、うん、身を潜めてるんじゃないかなっていうふうにちょっとだけ思ってます。こんばんは。先ほどこの辺りから鈍い音がゴーンってなったんですけど、また地面が揺れる感覚あった。これなんかあれですかね、末吉さんに3日前になんかチラッと言われたのに今パッと思い出したんですけど、その人のテリトリーに入ったから揺れる感覚があるのやつかな。だからこの一番端っこのとこ、またあったまたあった、おるんか。今ここにいますか？何かで教えてもらえませんか？
のせい、2回連続僕今揺れた気がしたんですけど。スピリットボックスしましょう。こんばんは。今近くにいないですか？すごく地面が揺れた感覚があったんですけど、あなたは近くにいますか？少しだけでもお話しませんか？この奥ではないですか？スピリットボックスの反応ないですね。ちょっと末吉さんに聞きますか。もしもし。あ、末吉さんもいきなりごめんなさい。はい。ちょっとほんまにちょっと5分だけでも時間いただけないですか。はい。今僕はあの岐阜県のまあ名所と言われている橋に来てるんですけど。はい。ここ本当にね、ナンバーワンって言われるぐらいもうすごい、まあ、が多い橋なんですよ。はい。で、いつもだったらまあ少なからず少しぐらいは感じるものがあるんですけど、うん、今僕マネージャーディエゴと3人で、3人が3人とも本当にね一切何も感じることがなくてですね。はいはい。これってなんか逆に危険なのかなとか、もう何もこんなにないっていうことが本当珍しいので。時間ってどれぐらい経ってます？そこ来て。え、1時間経つか経たないかです。あ、1時間経ってるんだ。はい。それはなんか反対方向を向いてもらっていいですか？後ろ。はい、こっちですか？橋よりこっちの方がいそうですけどね。はい、圧的なものは。ちょっと待ってくださいね。ちなみにそれはどのあたりですか？右側ですね。っていうことは今僕がカメラ向けてる方向ですか？向けてる方向です。うーわ、すごっ。え、うん、これね、こっちに。はい、どうぞ、うん、どうぞ。そう、最初人が立ってるなと思ってて。はい。一人じゃないな。はい。え、ストップ。はい、1、2、3、4人は確認できますよ、手前の方で。いや、そしたらこれやっぱ感覚間違えてなかったのかなと思うんですけど。はい。なんか本当何もなさすぎて僕ちょっとあの、いや、シンプルにここほんまなかったんじゃないかなとか疑うぐらい何も感じなかったんですよ、うん。はいはい。ただね、なんか以前になんかほんまに強い霊は自分をコントロールできるみたいな話やったじゃないですか。はいはい、うん。存在を消すこともできるし、いきなりこの存在感をもう出すこともできると。はい。で、もしそれやった場合ほんまに危険な場所やんって今思って。確かに、はい。そうなんです。でね、僕はあの今、うん、向こう側からずっと歩いてきて、はい、で何にも感じないままここまでたどり着いたんですけど、はい、ちょうど僕が、今目の前にこのネズミ色の鉄板みたいなのあるの分かります？はいはいはい、うん。この場所に立った瞬間にあの本当に2日前末吉さんがおっしゃっていた、うん、あの地面が揺れる感覚 あったんですね。あったんですよ。あれ、これって末吉さんが言っとったやつちゃうのってなって。もうじゃあ波動が合うから全然もう来てくれっていうウェルカム状態ってことですよ、それ。え、幽霊が。どっちの意味ですか？それはあの危ないですか？あ、まあやり方によるけど、例えばスピリットボックスやる分にはいいと思いますよ。ああ、そのぐらいならってことですか？うん。でもそこで例えば高齢術してとかだったら危ないと思います。まあ4人確認できるので。ああ、それは塊ってことですか？固まっててますね、うん。おー、なるほどね。いや、唯一この場所だけなんですよ、うん。そうですよね。電話した時もここ向いてましたもんね、最初。あ、そうなんです。だから気になりすぎて。さすが。いや、やっぱそういうことなんですね。
そのちなみにあとねちょっと見てほしいのが、はいはい、でここにもちょっと見えにくいんですけど花束が添えられてるんですよ。はいはい。でもこの辺りを僕通った時も特に本当になんか嫌な気もなくてですね、ちゃんと供養がされてると、うん、なんか驚しさはなくなりますよ。やっぱなんか心霊スポットだなみたいなその雰囲気。なるほど。うん。であれば今瀬尾さんがバーッと確認する限りいるのはいるけどそこまでって感じなんですか？ここって風強いですか？あ、そんな強くないです。ですよね。まあ一応最初花写したじゃないですか。はいはい。鼻の下にあるなんか包まれてるもの、これなんだろう。ああ、そうです、そうです、透明の包まれてるものです。うん、動いてました。でここにもちょっと見えにくいんですけど花束が添えられてるんですよ。はい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 。え、今全く風ないですよ。ですよね。はあ。じゃあ一応あれですか、そのまあ供養されてる方が多いっていうことで、そこまでここは危険な場所っていうことでもないですか？橋自体はそうですね。橋自体は。そう。なんですかそれ他は？いや、その山中で亡くなってるっていう。うん。え、山中で？ただそこで亡くなった人の方が橋より多いと思いますよ。そういうことなんですね。うん、人数的にそこの方が、うん、だってなんか圧迫感みたいな、なんかその何のロープなんやろなとかで立ち入り禁止のその奥にね、山の中に入ってはダメみたいなロープが貼られてあったんですよ。なんか具体的なその土砂がどうたらこうたらとか。そんなんないです、ないです。じゃあもう、じゃあもうそっち路線じゃないですか、やっぱり。骨とか、その、残ってると、うん、まあね、動物だったりとかっていうのが、はいはいはい。近寄りやすいから、生きてる人間が行ったらね、危ないとか、まあ熊とか野犬とかもいると思うので。はい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 。うん。じゃあここの橋に関してはそこまで、まあ危ない例は今のところはいてない。ただまあ、はい、唯一言うなら先ほど言ってた奥の方に4体ほどが固まっているっていうことですね。はい、わかりました。すよさん、ちょっといきなりちょっとありがとうございました。大丈夫です。いや、ちょっと腑に落ちました。すっきりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。はい、奈良市民ホラーチャンネル。はい、無事撮影の方を終えました。まあ、今回なんですけども、はい、2つともですね、大きな怪奇現象というのは特になかったです。ただこれはあえて僕メイン動画にしようかなっていうふうに思います。まあ、なぜならですね、今までに本当にないケースなんですよ。はい、今回の場所に関しては本当にもう噂とかじゃなくて、もうそういった情報がもう数々ある、もう間違いない場所なのにかかわらず、まあ、今回マネージャーも一緒にいて3人が3人とも何も感じないっていう、こういうケースが今までなかったんです。はい、どうしてもそれが僕は腑に落ちなくて、もう一発目の城山大橋に関しては何も感じないはずがないから、ちょっと一人にさせてくれと、何か感じたらまた言うっていうことで、結局一人でまあ居座ってみたんですけど、何も起きないまま終わっちゃったんですよ。で、まあ、仕方ないな、こんな日もまああるんやろなぐらいで、まあ、10分先のもこの恵那峡大橋に今たどり着いたわけですよ。で次またですね、まあ、ここはもうナンバーワンスポットって言われるぐらい本当に身投げが多い場所なんですけども、この場所でも見事に何も感じなかったんですよ。これまた腑に落ちないわけですよ。でそこでパッと思い出したことがまあ2点あって、まず1つ目が、地面が揺れるんですよね。まあ、カメラの回ってないところで、まあ、こっちに移動する際にですね、車に乗り込もうかなと思ったらすごい地面が揺れたんですよ。で一瞬フラッとなって、まあ、気のせいかなぐらいでディエゴに、今地面揺れたわ、地震起きたんかな、ポロッと言いました。でこっちに移動してきてからまたそれと同じ現象がこの奥の方で起きたわけですよ。それも山の中に入るタイミングで。
ただ体調はもうすごいもう抜群ですから、今回もうめちゃめちゃ寝て今回ここに一発目来てるので、まあ、そんなはずはないって思ってたんですけど、これが2点目なんですけど、思い出したことがあって、本当に強い霊っていうのは自分をコントロールできるっていうことなんですよ。存在感を消すこともできるし、出すこともできる、なんなら声も発することもできるし、姿を出すこともできる。これ末吉さん言ってたなって思い出したんですよ。やったら一回空間に向かって話しかけてみようと思って行き道僕言うわけですよね。今身を隠してるのであれば出てきてもらえませんか。そして一番奥に差し掛かってこっちに戻ってくる際に地面がまた揺れるんですよ。気のせいかな、でも車通ってへんしな。2歩進んだらまたこれ地面が揺れるんですよ。その時にいや、この場所におるなの確信に変わったわけです。で、末吉さんから折り返し電話がかかっていた時、もう僕その場所からちょっと離れていた場所にいたんですけど、唯一この橋でいる場所がその僕が言っていた奥の方の場所ですよって末吉さんが言うわけですよね。そこで初めても確信に変わるんですよ。あ、やっぱ自分の感覚間違えてなかったんや。でも動画見てもらってるんで皆さんもね、もう分かってる通り、もうそれ以外は特に霊はやっぱいないんですよね。やっぱりもうしっかり供養されてるから、この場所には魂は残っていない。まあそういう結果やったんですけど。やっぱりこの橋に関しては、まあ強い霊ではなかったんですけど、結果。まあ身を隠していたっていうことを、まあ変わりはなかった。間違いなかったですね。なので本当にね、もう何も感じないからこの場所大丈夫やなってもしも思ったとしても、そういう時こそ危険っていうことを覚えておいてほしいです。今回たまたま危険じゃなかったです。ただ本当に強い霊は自分の存在感を隠せるんや、これをしっかり覚えておいてください。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。心霊系をやってる方はもう一度は必ず訪れる場所、気がすごく溜まってる悪い気が、はいはい、なんかしんどい、さっきなかったぞこの感覚で、線香取りに行ってやった、忘れとって、で線香打った。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県全て制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。でアカウント情報なんですけども、概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。